アンゴルムは原稿合戦記一生懸命 TV。 おのおの方こんにちは、ね、口いじんぞむらくおねぎです。よろしくお願いします。そしてゲストはこの方。はい、てるひ役のりんです。よろしくお願いしま す。今段取りより早く振ったなと思ったでしょ。ええ、あれですよ、二の腕ふにふにをさせないためですよ。お前ちょっと退屈になるとすぐなんか夏だしなんか気になってこうやってやっちゃうからね。そうですね、とっとと紹介しましょう、ね、すいません、はい、というわけでこの番組は現在絶賛放送中テレビアニメアンゴルームは原稿合戦記の魅力を一生懸命にお届けしていく動画番組でございます。はい、2回目続いた。イエーイ。我々は一生懸命に守れたようですが。守りきれましたね。よかった。はい、ね、えという前回はね、あのクイズでね、明確こう引き分けたりとかですね、はい、美味しかったね、お刺身いただきましたね。したねえとかちょっとね、その対馬に一緒にいた思い出とかをね、はい、話したりして楽しかったんですけれども、今回アニメが始まってもうその話もできるということでね。やった。はい、そのあたりの話は後ほどたっぷり。というわけで今回も東京は港区にあります対馬料理居酒屋コンネさんで収録を行っております。ね、お刺身も美味しかったしね、うん、ぜひよかったら皆さんにも足を運んでいただきたいお店でございますね。はい、はい、それでは、あそこ触れるもん、触れちゃう。この後も触れるとこないんでしたっけ。あ、もう作品のことになっちゃう。あ、じゃあもうここしかないじゃん。いいんですよ、別に無理に触れてくれなくて。お前なんだそれ。うんたったったらー、つーしーまー、うるさいわ。てか、いいんすかこれを載せるのは。オンエアに、つーしーまー。これ多分分かるんですよ、なんかモザイクかかってる感じありますからね。来てきたのに、ギリ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 っていうかもうダメなのかな。どうなんだこれ。これはですね、え、いいのこれ本当に、わかんない、わかんの、知らんわ。一応これ OK だそうですよ。これあのマークっぽい子がここに一応ネズミがいるんです。それを狙ってる、はい、これは対馬山猫ちゃんですこの子はね。はい、ね、餌を狙ってるんですよ、こうちっちゃいやつね。そうですよ、ね、ゴミじゃないですよそこの、M ゴミとか言わないで。ゴミじゃないですか、ね、ネズミちゃんです。チューチューなんですからね、はい、餌をトランとしている、はい、山猫ちゃん、そうです、よさですからね、はい、あいつとは一切関係のないやつですから。そう、本当によろしく。さあ、それでは参りましょう。アンゴルムは原稿合戦記一生懸命 TV。 おのおの方、一生懸命に見よ。この番組はテレビアニメアンゴルムは原稿合戦記制作委員会の提供でお送りします。はい、というわけで一生懸命 TV2 回目でございますね。オープニングでも少し触れましたけれども、アニメ放送めでたく始まりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、現在前回のこの番組の配信日が第1話で、現在は第2話まで放送されているということでですね、振り返っていきましょうね。はい、第1話ですが、はい、覚えてますか。覚えてますよ。覚えてますか、本当に。覚えてますか、覚えてますよ。ジンちゃんとテルヒが出会うんですよ。あ、そうだ、ジンテル、ジンテルと出会って。そうですよね。そして、うん、この対馬のために死んでくれとルンリンの皆様にお願いして言ったね。はい、うん、そんで、なんで俺らが戦わなきゃいけねえんだってとこに、なんでや、ね、はい、敵襲が来まして、敵襲が来た、うん、で、ここら一帯を焼き、うん、払ってくれるわけじゃないみたいな。ジンちゃんがちょっと戦魂が、ね、うん、引っついちゃってで、たくさんの方がちょっと犠牲になってしまいましたが、うん、はい、お前に覚悟はできてるのかと言われ、はい、できたるわってなってねえ、こんな作品じゃないんですよ。まあすごいざっくり言ってしまってますけど、うん、で、猛虎がいよいよ攻めてきます、うん、っていうところで1話は終わりました、うん、おお、素晴らしい。だいたいいいかなもんね。だいたいそんな感じです。大丈夫なのかな。よくできました。ありがとうございました。はい、というわけで続いてそのからの第2話でございますけれども、はい、さあ2話どんな、あーちょっと待って、2話はどんな話でしたかね。2話は、2話はじゃあ戦いに行こうということで、行こうそんなのに行こうみたいな。テルヒのお父さん、スケクニさんが出てきますよ、はい、お兄さんも出てきますけど、そうですよ。で、まあ、テルヒも共に戦いたいと言うんですけれども、うん、お前は何を言ってるんだと、そうじゃ自分の立場も考えなさい、その17歳の女の子がダメよみたいな言われて、ダメよダメよって言っちゃってね。だけど私は、うん、私は宗家の娘として行きたいんです、戦いたいんです、うん、ということで、
まあ、結局ダメなんですけど。で、まあ、戦が始まります。ちょっとね、はい、そこからどうぞ。どうぞ。あの、大体ですよ。うん、あ、でも、もう言っていいですよ、ニュアのことはね、はい。そのお父様。お父様。がですね。これやられてしまいって感じだけど、なんか大往生だったでしょ。もっと帰ってちゃんと。さすの戦神と言われた我が父ですよ。やられてしまい、そんな感じじゃないですよ。ねえ、もう圧倒的兵力の差があったのでね。うん、ね、うん。というわけで、宗助くに渋い柴田さん。はい。うわー、マジで1話で本当にこの1回だけで。はい。本当に？いや、そうですよ。なんと信じられない。そして阿比留彌十郎、はい、ね、清水達さん、うん、出ました、ね、そして影助、小児影助、はいはい、清水橘慎之助さん、うん、初登場回でございますと、はい、もう発表にはなってますね、キャスト的にはね。そうですね、はい、ついにね登場するということでしたけれども、という感じの回でした。はい、はい、ここでね、ここからどうなっていくかというのはね、今は交互期待。これ以上言っちゃダメだね、3話になっちゃうかね。3話お楽しみに、ね、お楽しみでございます。というところで、印象に残ってること、特に印象的なのがですね、ゴン太郎、はい、ゴン太郎役のボルケイノ、はい、ボルケイノ氏ボルケイノ、ボルさんって呼んでるんですよね。ボルさん、あの人がね、熱いんですよ、はい、ものすごく。まあ、ガヤとかもこうね、合戦のシーンですから、みんなでこう、あのマイク前にダーッともう十何人立って、うわーってやるんですけれども、率先してボルさんが戦って、はい、本人も戦っている。戦ってますね。もう動いてらっしゃいますもん。すごい。まあ、もちろん皆さん声を出す上でどうするのが一番自分になってるかっていうのスタイルがいろいろねあるから、ずいぶん綺麗な声。そう、こうやって動かずにおーふわーってやる人もいれば、そう、こうやってね、ボルさんなんかこうやってやるとか、こうやってやって、そこまでやんねえな。それは違うな、踊っちゃってんじゃん、それもう。お前そうやってやってんの？ガヤの時。私そう、後ろで見守ってることしかできないんで、そうね、こうやって応援してますよ、皆さん。男どもの戦いです。これじゃあおめえの応援の踊りだってね。はい、もう本当にガーンと一生懸命ねやって、そうなんですよね。で、まあ、30秒ぐらいそうやってガヤをガーンってやり終わって、うん、はい、ここまで大丈夫ですって言ったら、膝から崩れ落ちたりとかね。いや、もうだから本当全力ですよね。ねえ、したりするぐらい、このボルさんにはぜひちょっと注目していただきたい。うん、そして、このアンゴルモアの特徴的な返事として、えいっていうね、はい、そう、はい、そう、えいそう、はいがえいなんですよ。ですよね、ありますけれども、そのえいっていうのはね、やっぱ作品にこう寄り添うためにボルさんがね、うん、率先して、あの音響監督からこうしてくださいっていうに対して、えいってみんな、まあ、ボルさんがねこう返事をするんですけど、みんな普通にはいっつって、私もたまにちょっとやって言ってるんですよ。言ってる、はい、あれね、あの音響監督さんから、だからその時僕、作品の雰囲気作るためにみんなでえいってやっぱ返事した方がいいですかね、うん、僕とかも乗っかってみたいに言ったら、いや、もうボルさんは一人で足しておこうって言われて、もうみんな一切言わないでっていう作戦会議があったんですけど、その作戦会議知らなかったんで、ちょっとなんかボルさんがちょっと一人で寂しいかなと思って、うんうん、そうでしょ、たまにえいって言ってあ、そのぐらいな感じで、はい、あ、じゃあいいか。なんかもうね、ボルさんはああいてくれてそれがいいみたいな。なるほど、あれに乗っかってしまうと、うん、音響監督さんの思う感じじゃないみたい。そうなんだらしい。やらかしたな。いいんで、全然いろんな人がいてくれて、ルニンどもの中にもいろんなルニがいるわけですから、いろんなルニン取り揃えてますから、はい、そうですね、よりどりみどりです。よりどりみどりでいろんな人がいてくれていいんでね。ちっちゃくやってたっての面白いね。はいっつって、はい、さあ、そんな2話でございましたと、はい、そして、なんとリン君の予告動画っていうのがあったの。あ、そうです。何今の、まあ、私の結構大事な仕事だったんですよ。そうですよ、はい、僕より先に対馬の地を踏んだ声優、はい、第1号です。そうですよ、ですからね、その時に要は対馬の大自然の中ですか。そうですね、一番予告的な映像を、ね、撮ったでしょ。2日間でロケをしまして、2日もかけてやったんですか、はい、10カ所ぐらいこう回って、すごいね、うん、なんだかすごい、あの、すごかったんですよ。ドローン飛ばして、うん、もうその大自然をもうあっちからもこっちからも、お空からも、うん、主に空じゃない、そう、もうドローンぐわーんと撮ってますし、ね、ありがとう、はい、ね、私はその各所を巡ってこう、うん、個人たちに思いを馳せてるっていう、個人、ね、はい、そういう動画になっております。ナレーションもやってます。なんかさ、語るとこってあんまないじゃん。
ここぞとばかりに裏話出しちゃってもいいんだぜ。裏話ですか？ウィンドウゼルやついっちゃってもいいんだぜ。皆さん、雑木林ってどういうイメージですか？雑木林、ね、はい、想像してください、うん、ね、まあ、やっぱこう、まあ、木が結構生い茂ってるぐらいなイメージですかね。ちょっと入ればみたいな、国道ちょっとそれれば雑木林みたいな、ちょっとお散歩するかもみたいな、はい、ですね。そう、まあ、着いたらもう片道1時間以上のガチ登山、うん、雑木林のテンションで行ったんですよ、ええ、うん、ちょっとそこまでね、はい、でその場所で軽く撮ろうかみたいな、なんなら、ね、あの私のマネージャーさんなんて革靴でしたからね。おお全然山登るスタイルじゃなかったんですけど結果雑木林でワンシーンのはずが、その雑木林が存在する場所が山だったっていう、もう山、もう本当にあの岩肌もある、え、あ、え、結構な急斜面の、俺さ、ちょっと話聞いた段階では普通に、まあ、ハイキングコースじゃないけどさ、まあ、一応その登山道みたいな道にはなってるんですけど、けどこうロープとか掴まないと危ないような道もありました。だから下りとかも結構怖かったですよね、うん、もう膝がもうガクガクですよみんな。そこまでだったの？そうなんです。あ、そう。ただそういう大変な思いをしてこう登った先に、まあ、頂上ですごく素敵なこう景色が広がっているので、で結果素敵な映像が撮れたので、まあ、いいんですけど、ちょっとその偽の情報を流してきたあのプロデューサーさんに、またあの人例の対馬の8割がって言って本当は9割ですみたいな、また別の方が騙した。スタッフさんは割と騙し好き、騙し好き、じゃあ結果サプライズかな、サプライズ好き、サプライズ好きかな、サプライズ好きですね。いや、まあ結果でもその対馬の大自然を堪能できたのですっごく楽しかったです。あ、よかったよかった、うん、ね、そういう感じであのみんなでこう苦労しながらも楽しく動画を撮ってきたのが、うん、前話分予告動画ありますので、うんうん、YouTube とかでね配信されると思いますので、かな、はい、はい、見てねね、リンクインコがね一生懸命知らされていなかったガチ登山をして撮影した映像なんでね、はい、ぜひぜひ楽しんでください。よろしくお願いしま す。というわけで気になる第3話は早いところでは明日7月24日放送になりますので、ぜひ皆さんご覧ください。よろしく。続いてはこのコーナーです。一生懸命を貫け対馬クイズ河川敷。このコーナーはアンゴルモア原稿合戦記の舞台となっている長崎県対馬に関するクイズに我々が一生懸命に挑戦していくコーナーじゃ。じゃ、ね、前回は1勝1敗1分けというね、はい、ワールドカップの日本代表のグループステージと同じ結果に終わりまして、うん、美味しかったね。お二人とも食べられましてね、お刺身の方ありがとうございます。今回も一番多く正解した方にご褒美があるんですけれども、うん、また対馬に関する問題が、うん、島の人なんか前みたいに前情報ちょうだいよ。対馬のなんかちょうだい前情報。待って、なんだろう。対馬の対馬山猫ちゃんはネズミを食べます。ネズミ食べる。ネズミが主役。福間くん。福間くん。彼の名前は福間。誰だよ。あのお前が出会ったそいつじゃねえだろ。なんかその取材の時に出会ったあの子じゃん。そうです。山猫ね、保護センターに1匹だけいる子。うん、これが福間くん。福間くん。してで、これネズミ追っかけてる。はい、これはチューちゃん。チューちゃん。はい。チューちゃん。じゃあ福間くんとチューちゃん、はい、という情報を皆さん念頭に置いていただいてクイズの方を、見ていきましょう、はい、それでは第1問こちら。対馬から韓国までの最短距離は約何キロ。あー、これも聞いたな。嘘。 A50 B60 C70 D80。まあ、その市役所のね観光課の方があの車でこういろいろ送迎してくださったんですけど、その中で結構こう対馬情報っていろいろ聞いたんですよ。数字はねもうね難しいじゃん。数字って難しいじゃんか。前回の80リベンジしてみる。いやー、そんなあるかな。どうなんだろう。80ってみる。いやー、うわあ、もういっぺやとったと思う。選んじゃえや。リンクどれ、うんうん、え、私だけ選ぶんですか。これほら、早く気づいちゃったね。私だけ惜しかったな。気づきやがったな、お前。二人で考えるって、それところで。はい、じゃあ書きましょうか。はい、じゃあ書きました。はい、せーの、行きましょう、じゃあせーの。 A の50。 両方かい。一生両方かい。いや、なんか、ね、結構近いという。そうなんですよ。聞いた気がするんですよね。そうなんですよ。
こういう問題が出るってことは近さをアピールしたいんじゃねっていう感じがするんで、さあ正解はどうでしょう。 A50 キロ、対馬から韓国までの距離 49.5キロだそうで正解です。よしよし、また1分けの形から入りましたね。さあじゃあ続いてもんでいきましょうか、はい、続いてこちらです。ダン、対馬名物でさつまいものでんぷんを原料とした食べ物は何？ A. 三兵衛、 B. 六兵衛、 C. どん兵衛、 D. さつめ。いや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 、これはちょっと、なんでこれ食べさせてくれなかったんですか？なかったね。こんな食べ物があるなんて、こんな名物があるなんて聞いてない。これはちょっとなさつまいものでんぷんを原料とした食べ物、お、ってことはもう答え1個じゃん。全部1個だ。え、なんで？さつまいもってことはもう、お、お、お、そういうこと？もう私はね、こういうのひねりとかないんです。なるほど、いってきましょう。じゃあリン君、出してみましょう。はい、はい、サツベイ、サツベイです。サツベイ、そして僕はデン、B のロックベイです。なんでロックベイなんですか？ロックベイです。これはですね、僕のね、緻密な読みなんですよ、これが。何ですか？あのですね、まあ、サツベイはまず速攻外したんですよ。はいはい。これに誘導しませんでした？おじさん、じゃそんなさつまいもだからってもあるわけねえじゃん。引っ掛け引っ掛け、そこを消して、はい、でどん兵衛もこれふざけじゃん。まあそうですね、要はベイは確定なんですよ。そう、はいはいはい、だからどん兵衛はそれ流れから決めたやつから消した、うんうん、で三兵衛六兵衛なんですけど、はい、まあ、これ完全にどっちかが数字だったからもう一個いったパターンじゃん。三はなくね、三はなくね、なんとなく、なんとなく、ここで急になんとなくが入るんですよ。3がないんじゃないかな、ちょ6の方がない、ちょっと6な感じ。あれ、意外とふわっとしてた。結果は危ないぞこれ、うん、さあ正解見てみましょう、こちら。あ、やったー、6で4で正解ですよ。6兵衛は保存食として考案された。やりました。どういう食べ物なんですかね。由来とかそういうのは、なんで6なんですか？6ヶ月持つみたいなことですか？誰も知らないの？誰もその辺は対馬を知ってもらおうみたいなさ。そこ大事じゃん。そこちょうだいよ。あ、なんか本が見て、セリフで見よと本が来た。急だな、おい。え、なんなの？これ？え、これ？なの？伝統食、高校芋も六兵衛。六兵衛物語になってますけど。え、六兵衛物語？え、ちょ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 、六兵衛さんって人がいたんじゃないですか？作った人が六兵衛。ちって言って違うの、違いが聞こえたけど、ちげーよみたいな適当なこと言ってんじゃねえ。資料集かと思ったらがっつり文字です。活字です、これ。これ今から読んで勉強してくださいってことですか？マジで？ちょっとせめてなんかちょっとヒント欲しい。あ、六兵衛製麺。え、お店？あ、違う、六兵衛製麺って書いて、でも人の創設者の名前、この製麺所の。さあ、次の問題。テロップで出してくれたら嬉しい。はい、じゃあこちら、次の問題。対馬が登場する最も古い文献何でしょうか？ A. 万葉集、 B. 古事記、 C. 魏志倭人伝、 D. 土佐日記。おお、ガチだ。対馬が登場する文献、これガチっすよ。しかもこの前と同じパターンですよ。またリン君これ当てないともう価値がない。あ、これ分かったかも。え、急に。あ、これ分かったかも私。なんか、あ、でもなんかちょっと分かったかもしれない。これ、あ、本当？え、分かったかも。え、お前マジか。え、ちょっと待って、本当に？え、違う？知らんわ。お前脳内の誰と会話してんだよ、やめろよ。さあじゃあ同時に見てみましょうかね。はい、せーの、でーん。リン君 C、 僕が A です。うわ、うまいこと耳になっとるわ。うまかねえだろ。はい、というわけでね、おー、なんでや、え、うん、なんか和人って入ってるから。そうなのよ、ぽいかなっていう。なんかね、うん、和人、和人ってなんかそういう、まあ作中にもちょっとね、そんな表現出てきますね。そうなんですね、和感ありますからね、うん、僕はその愛のところに行かなかったです。また私の考えを安易だと言うんですね。安直なところに行かずにね、はい、万葉集ぐらいに実は出てんじゃねっていう。まあそうなんですよね、ちょっと読まれてんじゃねみたいな、うん、知らないだけで私たちが実はちょっとあるんじゃないのかなこれはねっていうことですけれども、うん、最終問題、はい、最終問題、はい、さあ、みんくんは
コーンやりすぎるのか、うん、にゃー書いたよ、にゃー、俺も書いてますからね、にゃー、さあ正解こちら。というわけで義手は死んでーやったー、リンくん正解。中国の文献なんですね、うん、ね、最初に登場するのはこれだそうで、うん、はい、なんと一勝一敗一分け、というわけで再び引き分けね、平和平和平和でございます。すると二人ともにご褒美、やった、今回のご褒美なんですか、ワクワク、六兵衛かな、六兵衛来る、六兵衛、六兵衛かな、お、おかみ、おかみ、何を持ってきて、いただ、噂の六兵衛、やったー、はい、本当に六兵衛じゃん、六兵衛来た、すごい。この子は一体何なんですか。これはさつまいもを現代で作ってるんですけど、うん、先ほど調べたら名前の由来は六兵衛さんから、あ、まあそうですよね、はい、私の方が諸説あ、諸説なんですね、これじゃあさっきのこの本が絶対ではない、 あ、そうですね、諸説あるらしいもの、なるほどね、いろんな説がありますけれども、と、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、なるほど、すごい、これは我々も対馬ではいただいてないものなので、ね、でもソウルフードって書いてある、ソウルフード、ソウルフード、へえ、どういう、じゃあ皆さん普段から、うん、なんか健康の源とかいろいろ書いてありますね、すごい、主食の代替食品として世界の食糧難も救済できる時がやってくるかもしれません、すごい壮大なことが掲げられているようですね、とってもいい匂いもしてますけど、ね、六兵衛いってみよう、いってみよう、はい、ね、どう食すものなんですかね、まあ取り分けてみますね、はい、うん、セルフで、どうぞセルフで、ね、はい、取り分けましょうか、すごいなんか、うん、プルプルン、ちょっとこんにゃくみたいな雰囲気ですけどね、はい、じゃあ今ね、はい、いただきますね、ねちょちょちょーと、うん、はい、トゥルントゥルン、はい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 、じゃあせーの、いただきまーすはい、どうですか、うん、泣いてる泣いてる、リン君うまっ、あーもう美味しい、泣いてたこれ美味しいね、すごい、びっくり、なんでしょうね、さっきこんにゃくって言ってたけど、うん、まあ、近い歯ごたえであり、うん、麺に近いのか、そう、こんにゃくほどそのなんかツルツルはしてないというか、うん、なんだろうこれ、うん、でもそのお出汁というかはなんかそのお蕎麦のお出汁みたいな、うん、ね、あのえ、これ美味しいな、いや確かに世界を救うかもしれない、かもしれない、世界の食料だ、うん、あれは重曹でもないかもしれない、すごい、いや美味しいわ、六兵衛はね、ぜひ皆さんも気になった方は食べてみてください、以上、一生懸命を貫け対馬クイズ合戦記でした、ありがとうございました。それではここで、アンゴルムは原稿合戦記からインフォメーションでございます。まずは放送情報、テレビアニメアンゴルムは原稿合戦記はご覧の各局にて順次放送中となります。また Amazon プライムビデオでは見放題独占配信、その他ご覧の各配信サイトでも順次配信中です。こちらもぜひご利用ください。続いて原作情報です。高木菜々彦先生の描く原作コミックアンゴルモア原稿合戦記は現在1巻から9巻が好評発売中です。そして最新第10巻が8月25日土曜日に発売となります。お楽しみに。そしてブルーレイ &DVD 情報です。アンゴルモア原稿合戦記のブルーレイ &DVD ボックス上巻は11月28日発売です。ボックス上巻にはアニメ本編の第1話から6話までが収録されています。ボックスの豪華特典として原作者である高木菜々彦先生の書き下ろしイラストや漫画に加えてこの番組すなわち一生懸命 TV ですねの特別編も収録。え、なんだろう、え、なんだろう、私が MC を乗っ取るってやつ、おい、くんなくんな、ワイの一生懸命の場所じゃ、ね、
その他にも豪華特典が満載のボックスとなっておりますので、ぜひ公式サイトでチェックしてみてください。以上、インフォメーションでした。はい、というわけでアンゴルモア原稿合戦記一所懸命 TV、 そろそろおしまいの時間でございます。この番組は毎月第2、第4月曜配信となっております。ぜひご覧ください。よろしくお願いします。りんくん、どうだった？また感想言ってもらいながら僕がこれ食べるよ。いや、この番組めっちゃいい番組だと思います。なあ、すごいね。そう、アンゴルモアのことも対馬のことも知ってもらえるし、うん、楽しいし、何より美味しい、ね、美味しい、美味しい番組。本当ですよ、ね、ギャラももらえてね。ね、ちょっとね、いいんですか？すやるもらってご飯食べてね。対馬、本当に素晴らしいところです。あの、これ本当美味しいわ。うん、ね、ちょっとみんなも食べていただきたいですけどね。はい、あれ、リンク、今回で終わりだって。やだです。ん？やだです。なんだ？いや、帰れよ。ここまでなんだよ、これは。レギュラーにしてくださいよ。しょうがないだろ、そんな。私も、アシスタント MC とかいらないですか？でなんか多分あれですよ、こう毎回ねこの番組に、うん、あのアニメの方でまあこう登場してくる皆さんを随時こう招きしてやるわけですよ、うんうんうん、ずっとお願い座ってたらよ、変わり前しねえだろ。そうですよね、いろんな方からお話聞きたいですもんね。帰れ帰れ帰れ、すいませんねえ。というわけで、まあ、リンク、最後に皆さんにメッセージの方よかったら。はい、うん、1回目2回目とお邪魔しましたけれども、うん、とっても楽しかったです。こんなふざけてますけど、あの、うん、ちゃんとお芝居の方はお芝居の方とか作品の方はね、ほんとこう硬派な熱い作品になってますので、皆様もお楽しみいただいてますと思いますけど。いいですね。引き続きアンゴルモアを楽しんでいただければ、そしてこの一生懸命 TV も、うん、あのね続いていけるように。そうね、皆さんで小野さんを見守ってそういうテレビだなこれ。ありがとうございます。ありがとうございました。いや、やっぱりリンくん来ると楽しいね。本当ですか？なんだかんだで、ね、すいません、騒がしくして嵐のように去ってきますので。それがいいんですよ。でまたなんか来てほしいよね、うん、他にキャストさんいっぱいいらっしゃるけど、いくらでも来ますよ。ねえ、また食べに来てくださいよ。きっと皆さん忙しいでしょうから、ね、私はいつでも開けときますんで。おー、本当です。オッケー。じゃあまたリンくんもね、ぜひ遊びに来てください。お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、というわけでアンゴルモア原稿合戦記一所懸命 TV、 今回はここまででございます。お相手は口井人生バレー役おねきとテルヒ役のリンでした。バイバーイ。ありがとうございました。また来てね、ツーシーマ。この番組はテレビアニメアンゴルモア原稿合戦記制作委員会の提供でお送りしました。